け、まあ、でかいこれは。Yeah.
します。よろしくお願いします。本日はね、いっぱい混んでる日やから、ちょっと何があるかわかんないので、一曲一曲ね、心込めてやっていきたいなと思います。よし、じゃあ。ほんまは、次やる曲は、さっきの場所でやりたかったんですけど、私が一曲ご一緒させてくださいって言った曲を今からやろうかなと思います。いつもね、ドライブでやるときはお守りみたいな感じでやってる曲です。それでは聴いてください。
ったんですけど3月17日に私、春に新曲を出すんですけど、その新曲のリリースイベントが、大阪南堀江ネイブというところであります、心斎橋のライブハウスなんですけれども、本日そのチケットを持ってきてるので、よかったらその日遊びに来たいですでしたので、ぜひ遊びに来てほしいなと思います。あやほーはその日バンド編成でやらせてもらうので、バックバンドついてもらって、いるので、興味ある方はぜひお声掛けください。よろしくお願いします。じゃあオリジナル曲をやろうかなと思います。去年の春に、ドラマの主題歌をやらせていただいたんですけれども、妖怪シェアハウスという、ドラマの主題歌歌います。聴いてください。アミ3月17日、リリースイベントのチケットは大阪であるんですけど、ゲットしてくださる方と、あと色紙も少し残ってるので1枚500円で、メッセージと、サイン書かせてもらいます。よろしくお願いします。
JK がいるということで、他、あ、中学？マジで？若っ、今の中学生ってこの大人っぽいの？フライヤーも持ってきてるので、フライヤーもよかったら無料でお渡ししますので、よろしくお願いします。